ですね、今日のパフォーマンス自体も、本当に僕らがここで盛り上がるだろうって思ったところでお客さんが本当に盛り上がってくれて、まあ狙い通りといったらちょっと、まあ、上から目線みたいな感じになるかもしれないですけど、本当に良かったです。ありがとうございました。すごい Trickstar! I really really enjoyed that. I really enjoyed the illusion that you guys give for the animation that you guys do. You're mysterious and a little bit weird, and I like that. For me,was by far your best performance. It's always wonderful whenever you incorporate Japan in your performances. 僕らの中では、まあ決勝の時もそうなんですけど、そのセミファイナルの時のアングンさんが言ってくださった、あなたたちが、どこから来たかっていうことを、このショーの中にこの文化をこう入れ込んでいるというのがすごく素晴らしいと言ってくださって、それがものすごく印象的に残ってます。で、本当にそれがですね、まあ、間違ってないんだっていうことを、まあ、なんか僕たちに再認識させてくれて、今回のショーも迷わず、日本のものをやろうっていう結果になりました。最初に買いたいものというか、まあ、このショーを今まで作るにあたってお世話になった、僕たちに才能を貸してくださった方がいるので、その人たちにきっちりお支払いをして、それからみんなで、遊びに行きます。打ち上げですね。はい。